台風17号と熱帯低気圧に関する情報をお伝えします。はじめに台風17号の情報です。気象衛星ひまわりの方から見ていきますと、現在2つの渦が確認できます。こちら、ちょうどマリアナ諸島付近にあるものが、これが台風17号になります。で、この台風17号ですけども、今後の進路を確認していきたいと思いますが、現在の位置、21日21時現在ですけども、マリアナ諸島付近にあって西に行くと進んでいます。中心気圧は1000ヘクトパスカル、最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルです。この後、進路の方、北寄り、さらには東寄りに変えてくるといった状況もなりそうです。30日21時にはやや発達した状況で、最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルとなって、伊豆諸島の南の方、ちょうど伊豆諸島と小笠原の間ですね、この辺りを予報円とする付近を通過するものとみられます。1日にはちょっと長周期を中心とする予報円内に到達するような形となり、さらにその24時間後、2日21時には北海道の東に到達するものとみられます。この台風の影響で波の方が高くなります。伊豆諸島、小笠原諸島、また太平洋側の方ではうねりが伝わってくる可能性がありますので、海上作業などには注意をしていただきたいと思います。以上、台風17号に関する最新情報をお伝えしました。続いて熱帯低気圧に関する情報です。現在こちら衛星画像の方で見たときにはですね、ちょうどフィリピンの東にあるこの雲の塊、これが熱帯低気圧という形となります。この熱帯低気圧なんですけども、今後発達していくという形となりそうです。27日21時現在ですけども、フィリピンの東にあって南に10キロで進んでいます。中心気圧は1400ヘクトパスカル、最大風速は15メートル、最大瞬間風速は23メートルです。24時間後の明日28日土曜日21時には台風となっているものと見られます。南西にゆっくりと進んでいて、中心気圧は998ヘクトパスカル、最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルです。現在はですね、こちらの方、北の方にある高気圧、そこからの風によって少し南寄りに進路を取っているという形になるわけですけども、その後高気圧が離れ、気圧の谷が接近してくる。そうすると今度はですね、北寄りに進路を変えてくるといった状況もなりそうです。1日21時には強い強さで、沖縄の南の方を進んでいるような形となります。中心気圧は975ヘクトパスカル、最大風速は35メートル、最大瞬間風速は50メートルです。さらに2日21時には先島と台湾の間をここを中心とする予報円内に到達する形となるわけですけども、予報円の方だいぶ大きくなっています。まだまだブレ幅があるといった状況ですね。こちら気象予測モデルのシミュレーション結果、いくつもの計算結果がこう出ているわけですけども、こちらの方を重ね合わせてみると、こちら2日の午後9時の状況、21時の状況を示したんですが、台風と思われる、この同心円状の等圧線なんですが、この範囲に分布しているといった状況なんですね。ですので、まだまだブレ幅があるというふうに見ておいていただいた方が良さそうです。ということで、今回のこの現在の熱帯低気圧、発達した後ですけども、台風となり、さらに勢力を強めながら東シナ海を北上するといったような流れとなりそうです。まだまだブレ幅があります。最新情報は必ず確認するようにしてください。以上、発達する熱帯低気圧に関する情報をお伝えしました。台風17号、この発達する熱帯低気圧に関する情報、詳しい情報はアプリウェザーニュースもご覧ください。